インタビューです。まずは4回に逆転スリーランを放ったサンタナ選手です。4回の表について伺いますが、村上選手のフォアボールの後でした。どんな意識で打席に立ちましたか？Just trying to get a good pitch, you know, and drive it. 高級室だで、あの打席立ってました。ツーボールからストレートを完璧に捉えました。あのボールを狙っているわけですか？Yes, of course. はい、狙ってました。サンタナ選手は昨日の試合でもホームランを打ったんですが、今のご自身の打撃の状態はいかがですか？I feel great. I'm just happy to help the team win today and get Sai's first win. 打撃は向上ですし、チーム貢献できて、今日サイスミードの初勝利に貢献できて、とても嬉しいです。この初勝利をプレゼントして、今、歓声を一緒に受けていかがですか？I mean, he did great today, you know, pitched really great, and thank God we got the win, and I was able to contribute today, and the crowd was great. Snead が今日、すごいいいピッチングして、自分の一打で、チームを勝たすことができて、とても嬉しいです。ありがとうございました。4回に逆転スリーランを放ったサンタナ選手を伺いました。続いては初勝利を挙げましたサイスミード選手です。試合は大きな脱走もありましたけれども、初勝利を手にした喜びを聞かせてください。 Yeah, I felt great. Yeah, it was a tough day. We did a really good job and were able to score runs and play great defense and called a good game. Just overall a really good team win.とても、嬉しいですし、接戦だったんですけど、いい守備もありましたし、松本投手が、いいリードをしてくれて、今日こうやって勝つことができてとても嬉しいです。特にその松本選手のリード、どんなところが良かったんでしょうか？Yeah, I mean, we've been working together the last couple of starts and, you know, just kind of growing together and learning each other. And so, you know, he's made some big steps forward and, you know, it's been enjoyable to watch him grow. ここ数試合、彼と、バッテリーを組むようになって、彼のことをいろいろお互い知りながら、探りながら、彼もすごい、今とても成長していると思いますので、次、頑張って、褒められてると思います。今週のチームでは、ヤクルトが4回に一塁ランナーを牽制でアウトにしたプレーもありましたけれども、あれは大きかったんじゃないですか？とても速いですね。試合中、伊藤コーチから今日はアラスカより気温は高いだろうが頑張って投げてほしいというコメントがあったんですが、今日はやはり暑かったんですか？いや、It was めっちゃ暑い。ありがとうございます。それでも最初に楽しんでチームは不可欠なものになると思います。これからに向けてファンの皆さんへメッセージをお願いします。勝利大好き。強いピッチャーなんで、そのまっすぐを生かしながら。
まあ、たびたび首振られたときは、ああ、なるほどなと、いろんな、選択肢を、サイちゃんがくれてるんで、そこで、2人でベンチで話しながら、できたなと思います。Okay.あの声をかけに行ったように見えました。あれどんなやり取りがあったんですか？あのサイちゃんすっごい怒ってたんで、リラリラと、はい、言いに行きました。ありました。そしてその後終盤には2年ぶりの通算4本目のホームラン。イエーイ。感触はいかがでしたか？そうですね。打った時に外野の頭を超えるかなと思ったんで。まあ、サイちゃん、なかなか、勝ちがついてなかったので、追加点欲しいなとベンチで思ってたので、自分が打ててよかったと思います。そしてこれで下位打線は1勝1敗、明日以降の戦いに向けて最後にお願いします。明日以降も、なかなか簡単に勝てる試合はないと思うんですけど、一つ一つ、みんな、必死に準備して頑張ってますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。松本選手ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうちゃんのチャンネル登録絶対してねー。